こんにちは、ゆめたチャンネルです。今日は、八尾市立明川小学校前から動画を始めたいと思います。明川小学校はね、創立は1873年、ずいぶんと昔ですね。もうね、歴史のある小学校ですね。で、現在の名前に変わるまで8回ほど名前変わってます。今の明川小学校の前は明川村立小学校でした。ということでね、卒業生も多いと思いますんで、現在の明川小学校の周辺をゆめたと散歩して、今はこういう風になってますよってね、懐かしく思う人がいたら嬉しいです。明川小学校の周辺はまだね、畑や田んぼが残っていて、ちょっとね、田舎みたいな感じで、ここはね、散歩しててもすごくね、なんか気持ちいいです。東を見ればね、木々さんが見えるし、ね、畑もよたくさんあるし、まだのどかです ね。ちょっと行ったらね、こういうのどかなとこがあるんで、まあ犬の散歩するときはね、ここは大変気に入った場所の一つです。で、農家のね、おじさんが畑を耕して終わって、で、耕運機でいいんかな、畑耕し終わって、今から、軽トラのね、荷台に積んでいるところですね。こういうのもね、なかなか街中でね、見れないんで、ちょっとね、撮ってみました。で、またね、少し行ったら野焼きね、してて、撮影してもいいですかって聞いたら、いいですよって言ってくれたんでね、ちょっと撮影しました。こうやってね、昔はよく見られた光景なんですけど、最近はね、街中ではまずできないからね、やっぱりこの辺まで来るとね、畑とか多いので、伸びたね、雑草とか収穫終わった後のね、そういうのを集めて燃やしていました。ね、こういうのを見てるだけでね、癒されますね。燃やしてるね、人は多分すごく熱いと思いますけどね、ね、田んぼのお米も稲穂がね、だんだんついてきて、で、スズメがね、来ても大丈夫なようにというかね、こうなんかカラスみたいなね、なんか黒いビニール袋、ゴミ袋みたいなのとか、紐とかね、張って、スズメ対策もしてました。で、今日は朝からね、もうすごくいい天気で、もうね、季節秋になろうとしているけどね、
まだまだ夏です、稲穂も伸びてきて、これがね美味しいお米になるんですね。で、空を見るとね、まだまだ夏のね雲で、入道雲ももくもくとね、市議さんの裏の方から雲が湧いてきてます、家からね近くにこういう場所があるっていうことはいいですね。もう何も考えんとね、こう雲とか見てるだけでね、なんかすごく落ち着いて気持ちが安らぎます、だんだん雲大きくなっていってます。今日はね夕方ぐらいに夕立ち降りますっていうか、今降ってます。ゴロゴロ言ってね、今降ってます。朝はねこんなにいい天気だったんですけどね、この田んぼの方をね見てたら、まだ赤トンボなんかな、赤トンボとかで渡り鳥、そういう鳥がね休憩してました。なんかね十何羽いたんかな、今ねいっぱい食べて南の方へ飛んでいくんでしょうかね。今日はこんな感じで、竹川小学校周辺ね、南の方ね、小学校から南の方を散歩してきました。ゆめたもねちょっと今日は暑いんで喉乾いてます。水たくさん飲んでゲホゲホしてました。これからもね、いろんな小学校の前から、そのね、小学校の周りを散歩しながらね、今回のような動画を撮っていこうと思います。ね、昔この辺、この小学校を卒業した、そういう方がね、見てくれたら嬉しいです。また懐かしく思ってください。では次回の動画で会いましょう。ゆめたチャンネルでした。